グランドホテルは1932年のアメリカ合衆国のドラマ映画メトロゴールドウィンメイヤー製作第5回アカデミー賞にてアカデミー賞最優秀作品賞を受賞アカデミー賞で作品賞だけノミネートされ作品賞だけ受賞した最初で最後の映画でもある MGM のオールスターキャストとして作られたこの作品はビッキー・バウムの小説から作られた 舞台劇を元にして、ウィリアム・ドレイクがアメリカ的な舞台劇にアレンジしたものが土台になっている。様々な人物が一つの舞台に集い合い、それぞれの人生模様が同時進行で繰り広げられていくという、当時としては斬新なストーリー展開が大ヒットを呼び、第5回アカデミー賞の最優秀作品賞を受賞した。本作品の大ヒットを受けて、同様の手法を用いた、 映画作品が、ホテル、空港、港から、駅、災害や海難事故に至るまで、様々なモチーフをもとに制作されるようになり、この形式は以後、グランドホテル形式と呼ばれ、群像劇映画構成の一つの典型となっている。またこの映画のキャスティングと出演者の実際の末路が、非常に似ており、気になる映画としての拍車もかけている。クレタガルボとジョンバリモアオレスビアリーと、 ジョーン・クルフォード場所は、ベルリンでも超一流の、グランドホテル。人気バレリーナだったが、今は、落ち目のグルシンスカや、大企業の社長だが、会社が危機に瀕し、合併工作を図っている。最中のプライシングとたまたま彼に雇われた秘書、フレム編、借金で、首が回らなくなっている。自称、男爵の本がエゲルン、プライシングの会社の経理係だったが、首になり、 一生の思い出作りに、とこのホテルに泊まりに来た老人クリンゲラインといった客が様々に工作する。男尺は、グルシンスカヤの宝石を盗もうと彼女の留守を狙うが、本気で彼女を愛してしまい宝石を盗めず、一緒に旅立とうと彼女に約束したものの、金が欲しいので、プライシングの部屋に忍び込んだところを発見されて、格闘の末に死んでしまう。一方フレーム編は、 クリンゲラインとお互いに新しい人生を生きようとパリに向かい男爵の愛を得て生き生きと蘇ったグルシンスカヤは彼との待ち合わせの駅へと殺走たる足取りでホテルを出ていく。メディアを再生する横加編本作品はビッキー・バウムが1929年に発表した小説ホテルの人々をバウム自ら擬曲化したものを原作にしており 実際にあった有名会社の実力者と即記者とのスキャンダルをもとにしているが、バウム自身も自らの作品のために2つのベルリンの有名ホテルで客室係として働いていた。この映画が評判になったのは、MGM のドルバコスターが顔を合わせたことに主な原因があるが、映画としてもうまい構成で作られ、人生の縮図を端的に浮かび上がらせたのは何よりと言える。 登場人物の絡ませ方と裁き方のうまさは、舞台劇が土台にあるから当然としても、映像の繋ぎ方は当時としては抜群で、悲惨なプロットが多い中で様々な人間模様をリレータッチで描いて面白さを盛り上げており、そのような印象は抑えられている。映画の撮影中、クレタガルボとジョーン・クロフォードが同一シーンに出てくることはなかった。これは、 彼女たちがお互いに牽制し合ったためである。クロフォード自身はガルボの登場シーンが全て撮影された後に演技に入ったという。これはガルボが高い報酬だったので敬遠したためだという。ガルボもクロフォードの演技を蓄実写室でチェックしながら演じたという。そのため主要人物が一堂に会することは全くなかった。また、 混雑したロビーの撮影シーンでは足音を同時録音しないように全員に靴の上から厚い靴下を履くようにした。当時の報道によると1日に毛糸の靴下200足が使われていたという。さらに、ガルボがリハーサルの時よりロマンチックになるようにセット全体を赤色系統にするように予防し、その通りに変更された。キャスティングに関して言えば、 ライオネル・バリモアが務めた老人・クリンゲライン役は当初バスター・キートンが選ばれていた。さらに、ガルボ自身は最初ジョン・ギルバートと演ずる予定だったが彼の人気が加工戦になったので見送られたとされ、結局ガルボは MGM においてジョン・バリモアと3度の共演を果たすことになった。また、ガルボ自身も最初のキャスティングの段階で27歳では、 プリマドンナとしては年を取り過ぎているとして役を断っていた。なお、ガルボのセリフ、私をほっといては AFI の米国映画名ゼリフベスト100の第30位に入っている。ありがとうございます。